はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、近道ですね。520条、近道について解説いたします。近道がどういったものなのか、また、連帯保証と連帯債務において、これ絶対項になりますので、それについても具体例を入れながら解説させていただきます。で、まず、近道っていうのは、債権と債務が同一人に帰属することで、債権が消滅すること。これが近道です。で、同一人に帰属するってどういうことかというと、同一人は同じ人。帰属するっていうのは、まあ、持つと、まあ、いった感じなので、債権と債務を同じ人が持つことによって、債権が消滅するんだと、まあ、いう話なんですね。で、まず、連帯保証の方から、ちょっと具体例を入れながら解説していきます。例えば、A さんが B さんにお金を貸しました。で、C さんが連帯保証人になりました。で、A さんと C さんの関係で言うと、A さんが親で、C さんが子供だったと、まあ、仮定します。で、ここで、A さんが死亡して、C さんが単独相続をしたとすると、A さんが持っている債権、C さんは連帯保証人だから債務を負っている。よって、A さんの債権が C さんに相続されますよね。で、そうすると C さんは、A さんから相続した債権と元々の債務っていうものを持つわけです。どっちも持っちゃうってことなんですよね。で、これどういうことかというと、 C さんが債権者で C さんが債務者っていう状況になっちゃうんですよね。で、それって意味がないじゃないですか。例えば私が私に対してお金を貸すって意味ないですよね。私は債権者、私は債務者、これあまり意味がないわけです。だから債権は消滅させましょうっていうふうなルールにしているわけです。なので、この事例で言うと、ここで混同が起こっているって話なんですね。AC 間で。債権と債務を C さんが持つんだということです。まあ、これによって債権消滅しますよっていう話ですね。なので、もう一回こちらの図見ていただくと、まず最初に、債権者 A さんが死亡して、連帯保証人 C さんが単独で相続するよ。そうすることによって C さんは債権と債務の両方を持ちますよ。このことによって、いわゆる混同によって、C さんの債権は消滅しますよ。まあ、C さん債権消滅するってことは債務も一緒に消滅しますよね。債権債務っていうのはコインの裏表なんで、C さん債権債務どちらも消滅しますよ。で、この近道っていうのは絶対項なんですね。絶対項だから C さんに及んだ効力、つまり C さんは債権債務が消滅したっていう効力は B さんにも及ぶわけなので、B さんも債権債務消滅するよって話です。で、B さんは債権そもそも持っていないわけだから、B さんは債務だけ持っているので、債務が消滅するよっていう話なんですね。まあ、これが連帯保証における混同による絶対項の話です。で、連帯債務についてももう考え方は一緒です。A さんが債権者で、B さん、C さんが連帯債務者だと仮定します。で、A さんが親で C さんが子供だと仮定して、債権者 A さんが死亡して C さんが単独相続をしたよって言った場合、もう流れは一緒です。C さん債権債務両方を持って C さんの債権債務は消滅しますよね。混同によって消滅する。それによって B さんの債務を消滅する。っていうことになるという話です。なので内容的にはすごく簡単だと思います。で、こっちの事例ちょっと戻って、B さんが単独相続した場合どうなるのかっていうと、これも一緒です。つまり、B さんが子供で A さんが親、で、親が死亡して主たる債務者である B さんが単独相続をしたら、B さんの債務消滅しますよ。それによって C さんの連帯保証の債務、保証債務も消滅しますよっていうことですよね。なんでまあ、これが B と C が逆になると、まあ、言うだけなので、まあ、これも簡単だと思います。で、今回は単独相続って書いてあるんですよね。他に相続人がいない場合の話なんですよ。これ他に相続人がいるとなってくると、債権が別の人に移るわけじゃないですか。なので、ちょっと話が異なってくるわけなんですね。なので、まあ、今回の具体例では単独相続を使っております。で、他に相続人がいる場合については考えなくても大丈夫なので、とりあえずは単独相続の場合を頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、
どうやって勉強したらいいのかがわからない。試験日までの計画が立てられない。わからない部分について質問がしたい。忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい。もしそう思っているのであれば、短期集中実用アップ講座であれば、今お話した5つの課題すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用アップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。